どうも、あさです。今日はこれ今年の流行ミックス向上大賞2022ということで、てかもう3月入ってんだよねまあこれも投稿者2月9日っていうなかなかのね遅さなんですけども、2022年に一番流行したミックスを紹介します。2022年ね、去年一番流行したミックスを紹介していきます。というわけで、去年一番流行したミックスは感情奉行ミックスです。2028年めっちゃ後やん。2018年頃に、まあ、各所で行われ始めた、まあね、昔レタス君ってオタクがおったんやけど、まあそいつがやりだして、まあちょっとずつ話題になってたんですけど、なんか知らん間に去年なんか一番流行ってたらしくって、今更かって感じだったんですけど、はい。で最近は感情奉行にお任せあれの部分を見本とスキャワイパーに置き換えて、大きな国の機能下であなたとワールドカオスを続ける、いわゆる同様ミックスも流行しておりっていう、はい、そういう感じです。で、このグーチョキパーで何作ろう、右手はパーで、左手はパーで、感情奉行にお任せあれっていうミックスなんですけども、これもともとどんぐりたけしさんってお笑い芸人の持ちネタなんですよ。で、これをまあミックスで勝手にやりだしたわけなんですけども、まあどんぐりたけしさんにあなたの持ちネタをコールしたら流行ったよっていうのをね伝えたら、なんか DM したらコメントくれたんですよ。というわけでこれ、はい、コメントです。はい、これで使ってくれて、シェイシェンロン。まあなんかこれね、全部どんぐりたけしさんの持ちネタなんで、なんかどんぐりたけしさんの動画とか見てちょっと脳内保管してください。僕がね言うわけにはいかない。はい。でこれをもともとやりだしたのレタスくんなんで、レタスくんにもコメントをもらいました。はい、こんな感じです。このね、経緯はね、なんとなく俺が覚えてる範囲だと、2017年かな、ヒカノンっていう、アーススタードリームから派生したユニットがいたんですよ。で、それが東京タワーでライブのイベントに出るということで、東京タワーにレタスくんが行ったんですけども、そこで別時間帯にどんぐりたけしさんがお笑いのライブをやってて、レタスがそれを見て、どんぐりたけしが一番おもれーっつって、その時やってたネタを、まあ、ミックスにしたっていうのが、はいって感じです。はい。はい。はい、こんな感じです。上位入賞はアッチェレ終幕ジャパカ編ですね。長いやつ。まあ、これ見てください。なんだっけ、農場前、海、宇宙、除去、飛びかせ、死んだ、甘せ、インジの、ヒートラ、みたいな感じのやつです。はい。次、イミフアイしてる。イミフアイアイっていうミックスがあると思う。ミックスコールがあると思うんですけど、これ。アイ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 、もう一回ってやつ。なんか、それの亜種で、イミフアイしてるっていうのが最近流行ってるらしいです。まあ、もともと地底で生まれたコールなんで、まあ、地底の方がよく聞きます。てか地底行ったらびっくりするんだけど、地底行くと大体これやってる。どこもすごい、まあ、めちゃくちゃ流行ってる。そういう意味では地底でしか流行ってないけど、地底はめちゃくちゃ流行ってる。というわけで集計結果でーす。こんな感じですね。はい。どんぐりたけしさんの歌がね2つ入ってるんですよ。どんぐりたけしってバーミヤン CSAPO R2D2 DTKC どんぐりたけしってミックスがあるんですけど、まあこれもまあ流行ってて、ああすげえいいミックスな、すげえな、どんぐりたけしさんって、ミックスと相性がいいお笑い芸人さんだなっていうのを感じました。他のノミネート候補はこんな感じです。オラシンノスケ、ガンダムエピオン、カレーウンコ、ハンバーグ、ゴキブリアイエ、ナナミエル、シュンリュウということで、シュンリュウって LINE をやらないシュンリュウね。なんかてか LINE をやらないシュンリュウはなんか2019年ぐらいにか20年ぐらいに対象になってた気がするんだけど、まあいいや。特別賞っすね。音質派賞はガンダムエピオン部でーす。はい。まあ、春秋警察さんが考え出した、まあ、謎のコールなんですけども、コールじゃない、コールでもミックスでもなく、モビルアーマー形態なんですけども、まあまあ、これは僕がちょっと、
持ち上げちゃったところもあるんで対象にしときます。対象？対象じゃない、音質破傷にしときます。次、揃えよう熱帯ガーショーですね。はい、田中美優ちゃんのマンコです。はい、おめでとうございます。田中美優ちゃんおめでとうございます。というわけで、最後にまあこんな感じですね。あのどんぐりたけしさんの元にしたコールって結構僕が何個か紹介したりしてるんですけど、まあサイパンダ、ハシビロコウ、上野動物園のラインナップとかはあのチキパとチキパの派生としてやってたりしたり、うん、あとはあパンティーライン、パンティーライン、パンティーライン&湘南新宿ラインとか、まあなんかでやってる気がするんで、まあ僕の動画とか見てたらちょくちょく出てくると思うんで、まあこういうどんぐりたけしさんの、ね、ネタマジでミックスになるからね、みんなねどんぐりたけしさん見た方がいいよ、ほんと YouTube でめちゃくちゃ最近見てるんですけど、はい、というわけで2023年はね声出しの解禁がめちゃくちゃ進むと思うんで、よかったら皆さん よかったら皆さんなんか新しいミックスを考えてください。まあ今年はうーん何が流行るかな、うーん、はい、というわけで以上、おいしさでした。